国のおかげで長政は本懐を遂げることができた。信長は浅井を容赦なく攻め続け、ついに滅亡に至らす。その後信長の勢いはさらに増し、畿内を制圧する。しかし苛烈な信長の世を否定する勢力が手を組んで抵抗し、信長による天下統一を遅らせていた。反信長勢力の主力は紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆と畿内の豪将毛利元就。魔王がもたらす凄惨な戦場、その神髄を味わうべく、奥には怒号と悲鳴の飛び交う戦場で舞う。信長に抗う。地獄で食えるがよい。全門制せよ。攻撃開始。まともに戦っても勝ち目はない。ここは気を持て、反撃への布石を打ち元成様、うちにすぐに入ってくれないな。いや、大木や照本や、いろいろあってね。それに、しかねない夢も叶ってるし。その辺、どないかしたらよろしいの？いや、元成ちゃんのため頑張ってくれ。お声、うちメロディを出す。ふざけるな。貴様、戦場に巫女姿で何をしている。この戦しもたら元成様を連れていのう思って。
邪魔、ふざけるな。手伝ってくれるとは助かるよ、お国さん。いいえ、めっそうもない。一度に多くの敵を相手にするのは得策じゃない。敵を一方向に絞るとしようか。橋を上げろ。進路を塞いだか。その希望、システム衰えぬな。ここだ、ここを耐えれば反撃の機が見えてくる。孫一様の信長様への思いの強さが伝わってくるわ。仕事に集中する横顔、何やキュンってします。進め。信長様、相変わらず激しいお方。何より鉄線の威圧感といったら、最下衆には怯えてるものが多い。そこが心配だね。誰でもこうしよう。飛ばしますね。目が離せないぞ。行くぞ。お見事。ざっとこんなもんだし。せやけど、みんなあの鉄線の恐ろしさにいてまわれてしもてるわ。あの鉄線は化け物だ。幸福塚から助けてくれ。お助けください。降伏してくれましたが、無駄な血を流させます。忌々しきはかのごとき者、行きたくば何故あらがわぬ。討ち死に。無能い、降伏した民兵までも。はあ、降伏も許さずこちらを絶望させる策か、哲学ゆえか。ま、バンクには敵の主軸ぐらい撃破する必要があるね。
が力を前にして脳裏は抵抗をやめる。好き好んで死ぬ人はいてません。お見事、楽しなってきたわ。こたびの戦、信長様の名前はあまりに苛烈。本当にこのやり方、戦なき地平は見られないか。シートシートは紙一重だし。ばかり、これで彼には無念を晴らせたとは思わないけど。あくまで荒らぬ人、全員生誕の船に集中せよ。進め。安部、行くぞ。すべきことは分かっている。俺たちは東側を攻めろと言うのか。やべ、東を攻められることもあるんだろうな。負けなしの秘策が控えているんでね。改めて見るとやっぱり大きいね。でもまあやるしかない。突撃。よし、行きますよ。突撃。進め。行くぞ。かかれ。してやろうと。おい、信長が出迎えよう。ズ
ちの舞どうどす。強烈に生きたはる人いる。死の影が血を作るし、背を突き詰めれば死に至るっちゅうことしかいない。せいや、むかち戦場の月となるのか。やりましたな、大殿。織田を打ち払いましたぞ。ああ、そうだね。これで私もお役御免かな。お隣様、さ、うちと一緒に飲んでおくれやす。そんなことはさせないぞ。ご一緒しておくれやす。すまないが私には。そうだ、大殿には頼りない私を助け、毛利家を支える務めがある。お前などと一緒に行くことなどない。うちやったら歴史がどないなるか見せてあげられますのに。ペルモト。はっ、この女をつまみ出すのですね。ごめん。